みんな、寝ろよ。はい。ああ、そうそう。だるまさんのデザインですね。だるまさんというのはですね、禅宗の起こりとなったお坊さんですね。インド人のお坊さんです。で、面壁8年と言われるですね、禅ですね、瞑想の修行を、通じて、禅宗の開祖となった方ですが、なぜか日本ではですね、こう縁起物として、何か白目のだるまをですね買ってきて、何かこう達成できると、目を入れて開眼をするというような風習がいつの間にか出来上がったわけですが。
配信中に怪我したら誰か救急車を呼ぶなりですね。病院に連れてってくださるなりしてください。どうでしょうね。なんとなく1時間ちょっとぐらいで形になるぐらいが皆さんの健康上もいいんじゃないですか。ちょっと1時間ちょっとじゃ厳しいかな。増えてるしな。はい、はい、初めての方もいらっしゃると思いますので、仏像彫刻をしております、IWJ ボランティアでもありますマノアストです。時折彫刻風景配信というので自分が彫刻しているところを、配信をしているんですが、今日は散々自分でですね、今日はこちらの小さな誕生物のですね、よいしょ、を彫刻しているところを配信今日していて、何時間か彫刻してたんですが、まあこういう事態に陥りましてですね、はい、だるまさんの、板彫りを、彫っていこうかと思っています。というか彫り始めています。ただだるまが映ってるだけの配信、まさか200人見ないだろうと思って、200人行ったら、だるまを掘り始めますというツイートをしたらですね、200人行っちゃいましたんでね、もう今240人、はい、こちらのついで配信の方も、どうでしょう、あ、60人もの方が見てくださってます。ありがとうございます。こんな夜中にね、お正月って案外ポンと暇になっちゃうことありますよね。よ、はい、皆様に支えられて IWJ もどうにかこうにか存続できそうなんですか。はい、しかしまあここからがまあ正念場というか、ね、ここからこう維持発展していくことが大事ですからね、ぜひ、皆様、サポーターの皆様、継続的なご支援を油断せずに、お願いしたいと思います。今この配信をしているのは名古屋なんですが、で私はIWJ 愛知でボランティアをしているんですが、地方での配信はもうほとんど、無償ボランティアで力で成り立っていますので、ぜひそちらにはですね、まあ、もちろん IWJ への、有料会員登録等のご支援もありがたいんですが、ぜひ人的な支援、もですね、いただけると、ちょっと私も中継をやってみようという方はですね、ぜひどんどんチャレンジしていただけたらと思います。そういえば岩上さんはあれですね、ヒゲは生やさないんですかね。これ
始めた時にも言ったんですが、ダルマさんというのはですね、インド人のお坊さんですね。はい、禅宗を開いた方ですね。まだ今この高低差をというか荒っぽく、段差をつけている状態ですので、まだ何が何だか分かりませんね。ピントが甘いですか、これ。よいしょ。大丈夫ですね。見えてますね。まだ何が何だか分かりませんね。上も下も分からないような感じですが、頭の中ではだんだん像が結ばれてきています。だるまはいつの間にかもうまっすぐになってますね。変化のある部門はこっちに任したんでしょうか。近くだったらね、だるまになんか手足をつけに行くとかそういうのもいいかもしれない。はい、仏像彫刻をしております。 IWJ 中継ボランティアなどもやっております。マノアストです。IWJ、優勝会員、5000人達成ということでですね、お祝いと、今後の発展を願ってですね、また会員皆様の、ご多幸を記念して、はい、ダルマ大師の板彫りを今しています。ここどこだろうな。
取したところですが、まあ、胸像ですね、胸から上という感じで、ここが、顔の部分、ここがおひげがここに行きます。鼻ここです。まあ、ここに目が来ますね。よいしょ。まあ、ここ胸のところ、胸ちょっとはだけた感じにしますね。どうでしょう、あの IWJ に寄贈するのか視聴者プレゼントになるのかは分かりませんが、あの手が疲れたら一休みして、あの皆さんからのコメントを読みます。とにかくですね、あの寒いし、皆さん夜遅くまで付き合わせるのも悪いので、まあもう十分夜遅いですけど、まあ、ガンガン、形にしていきたいと思いますよ。ちゃちゃっと掘るつもりがなんか本格的になってしまいましたね。DEP で入ってますね。はい。本体のですね、あの IWJ の、チャンネル岩上休みメインチャンネルについに私登場しましたね。はい、ありがとうございます。ちょっとああいう入り方だと、ちょっとこっちをフル画面にしてあげた方がいいですか。よいしょ。なんかあれだな、まだなんだっけ、ひょうたん継ぎみたいになってますけど、あの大丈夫です。ちゃんとなっていきます。ひょうたん付きって分かる人いるのかな。
まあ、ちゃんと完成した作品のですね、写真はアップされると思いますので、眠い方はどうぞ安心して寝てください。明日から通常営業という方もいらっしゃると思います。おやすみなさいになっちゃった。皆さんコメントを寄せていただいてますので、ちょっと手を休めながらですね、読み上げさせてもらってよろしいでしょうか。まだ白目なんで目つきが悪いですが、人間中継見れてます。ありがとうございます。これはカツラの木なんでそんなに硬いことはないですね。まあでも木は木なんで、そんな超版画に使うホオノキみたいな柔らかいわけではないので、まあそれなりには抵抗はあります。中継ばかりか彫刻&配信まで、お正月からお疲れ様です。ありがとうございます。はい、お先に失礼します。三宅さん、はい、おやすみなさい。適当にですね、眠い方は寝てください。曹洞宗の方もいらっしゃいますね。木材は欅あたりかしら。欅だったら硬くてこんなわけにいかないですね。カツラの木なんで割とそんなには硬くないですね。ヒノキよりは硬いですけど。れ？エコーかかってる？ブラウザが2つ開いてないですか？そうですね。本業。こちらが本業ですね。微妙にあっちのだるまも角度が変わったりしてますね。今来たとこだけど、ひょっとしてこの画面ずっと流してるだけ。私が掘り始める前はね、ですね、だるまが鎮座してるだけでしたからね。だるまの、IWJ の事務所に置いてある方のだるまは40センチぐらいあるんじゃないですか。だるまさんが笑ってる。笑ってるかもしれません。よし。七転び八起きで、はい、頑張っていきたいです。
ライオンダルマ中継はあれですか？配信終わりましたか？じゃあ引き続きこちらだけでお楽しみください。なんとなくつけてしまった60人近い皆様、はい、ありがとうございます。まあこちらもですね、そう一瞬で出来上がったりはしないんで、まああと数十分はかかるんじゃないですか、一応の形になるまで。普段仕事でやってるのから考えれば、考えられないようなスピードで掘ってはいるのですが、荒掘りですね。あれ、あ、まだ生きてますね。だるま。一旦落ちただけだったようです。
声がいいというあのお褒めをいただきましてありがとうございます。彫刻配信をですね、時々やっておりますので、またあのよろしければこちらチャンネル登録していただいてですね、またたまには眺めていただければと思います。あとあのそうだ、間延び放送局というあのトーク番組もあの時折やっております。またなんかちょっと恐ろしい感じがしますね。
彫刻が大事なところに差し掛かって口数が減ってきました。子孫繁栄、商売繁盛、祈願成就などの縁起物、これからもますます会員数が増えますよ。そうですね。そして、皆様のご結婚、ご健康、も記念しまして、おっております。こんな感じでの角度で見るとだいぶそれらしくなってるんじゃないですか。だるまさんなんか掘るの初めてですけどね。
噛んできましたねというコメントありがとうございます。噛んできましたよ。集中力が途切れる前にこう掘り上げるつもりで、はい、頑張っております。とほほ、はい、こんな感じで、まあ、こんな大きさですね。はい、ちょっとこう、あ、浮かんできてるじゃないですか。だるま大師らしくなってきてますよ。ここまで本気作品をやるとはですね、誰も自分も予想をしていなかった感じですが、今イヤリングを彫っています。長くなってきちゃったんで、眠い方は、完成作品はですね、何かしら画像が出ると思いますので、どうぞ安心してお休みになってくださいね。もう明日からお仕事の方もあると思います。
さすがに3時前になって、人が減ってきましたね。いい傾向です。はい。明日に備えて寝られる方は寝てください。ちょいと仕上げるつもりが、なんか思いのほか本格的な作品になってしまいまして、はい、ちょっと時間がかかっております。ですね。まあ、微妙に角度を変えてますね。IWJ 本体の方もまだ人が生きてますね。知らない間に角度が変わる。励まされます。神さんもあれですね、連続ツイートとかしてますもんね。
るまさん目大きいんですが、ちょっと奥目にした方がこうインド人らしさがね出るんじゃないですかね。うん、でも結構迫ってきてますね、だるまさん星に。エカダンピの日ですか今日。ほう。
つの間にかまたあの IWJ のだるまさんのアングルが変わってますね。遊び心あふれるこのカメラワークはどなたがなさってるんでしょうか。できるまで向こうも寝れねえんじゃないかっていうね、ちょっと気の毒になってきたんで、お、あ、40人台まで、はい、順調に減ってきましたね。当たり前です。大体だるま映ってるだけのユーストリームにですね、200人見てるのがおかしいんです。ああ、まだでも100人以上いるんだな。まあでも100人のうちの80人ぐらいはブラウザ開けたまま寝てる人でしょうね。寝てねえよ、起きてるよという方、ぜひあの何かコメントなどいただけたら感心します。本当だ、確かに。だるまさんが、あの画面の中でだるまさんが、向こうのだるまさんですね、 IWJ 事務所のだるまさんが小画面で入ってる私の掘ってるだるまさんを見てるような目線になってますね。
ぼちぼち寝ます。はい。あ、仕事をしながら見てるという方も。仕事ですか。あ、起きてる方いるな。トラさんも、はい、起きてましたね。ヒデタンツさんはそろそろ仕事ですか。出来上がりの写真はツイッター等で何がしかアップされると思いますので、どうぞ安心してお休みになってください。突然、勢いで始めた彫刻配信をお付き合いいただきましてありがとうございます。また彫刻風景配信ユースとはこちらのチャンネルでたまにやっております。またあの間延び放送局という、さまざまなゲストをお招きするトーク番組なんかもやっておりますので、ぜひそちらもチャンスあらば、見ていただけたら嬉しいです。だるまもうすぐ掘り上がりと書いておこうか。いきなり死体もなしにですね、わーっと掘り始めてここまで、形になったのはひとえに、視聴している皆様、何かこうちょっとね思いみたいなものが集まってこう掘らせてくれたのかもしれません。私専門は仏像なんですが、まあ、だるまさんもあれですね、あのお坊さんなんで、はい、あの仏教彫刻の一部ですので、一応専門といえば専門なわけですが、
じゃないでしょうか。前のいい角度でこうちょっと固定したいですけどね。じゃないでしょうか。遅くまでというか、もう
夜明けが、あ、まだですね、3時半、まで、お付き合いいただきましてありがとうございました。あ、コメントありがとうございます。いいね、欲しいね。はい、ご注文を受けたまわっております。もういいじゃないですか。マノアストの彫刻配信もですね、ぜひ、今後ともよろしくお願いします。また機会があればお会いしましょう。BGM ぐらいかけたい感じなんだけど。